はい、ということで皆さんこんにちは、サバシュウでございます。さあ、本日はですね、まあ僕のね、チャンネルをご覧のお客様はですね、まあスニーカー好きの方が多いんじゃないかというですね、ふうに思うんですけれども、皆さんシューレースね、スニーカーを楽しむ上で非常にこう大事な立ち位置を占めているアイテムだというふうに思うんですけれども、今現在ね、そのシューレースメーカーというですねブランドも、数多く存在しまして、純正以外のですね、例えばナイキだったらナイキ以外のですねメーカーでシューレースを買うということも結構あるんじゃないかなというふうに思うんですが、僕はですねそこまで純正以外のシューレースで興味なかったんですよ。メーカーが出してるねシューレースが一番合うに決まってるというふうに、まあ僕はずっと思ってですね、純正以外をつけてこなかったんですが、まあ、最近になってね、まあ、ちょっと非常に気になるジャンルというか、ヴィンテージシューレースというものがですね、最近僕の中でかなり来ておりまして、普通のシューレースメーカーさんって例えば色赤だったり青だったりだとか、まあそういうですねスニーカーに合わせたですねビビッドな色が展開されるのが普通だったというふうに思うんですけれども、最近ですねいわゆるちょっとこう日に焼けたりだとか、あとはそういう加工がなくてもですね、こうアイボリーのシューレースとか、まあクリーム色みたいなですねシューレースをつけることによってですね、基本的にバスケットボールシューズだったりスニーカーってするんですけれども、そういうねスポーツの感じがですねうまーく抜けてですね、すごくこうドレッシーにというか、また一つね違うジャンルとしてスニーカーを楽しむ上ではですね、めちゃくちゃいいですねアイテムを見つけてしまいまして、で結構ね最近あのスニーカーレビューとかでもつけたりとかしてるんですが、かなり質問が多かったので、まあ僕の方でですね、まあこれから来るであろうこのヴィンテージシューレースメーカーおすすめ3選ということで、ご紹介していきたいなというふうに思います。あれだけねこう純正にこだわった男が、まあ、最近ねヴィンテージスニーカーも大好きっていうところもあるんですけれども、まあ、このシューレースがこう醸し出す雰囲気というか技、もうこれはですね僕買ってみて思ったんですけど、やっぱすごいなと。でかっこいいんですよこれは。またなのでちょっと今日はねそれをちょっとご紹介していこうかなというふうに思います。というのはですねあんまりないんですよ売ってるところが。で僕もね最近好きになったばっかりなので、いろんなねシューレースを試したというわけではないんですが、その中でも買ってみてこれはやばいなというですねメーカーをちょっとご紹介したいなというふうに思っております。さあ、ということで、まず、一つ目のブランドなんですけれども、こちら。はい、どうもー。ということで、こちらの、ヴィンセントシューレースというですね、メーカーさんでございます。こんな素敵なね、化粧箱に入ったですね、シューレースなんでございますけれども、こちらね、開けると、はい、こんな感じで入ってるんですよ。で、このヴィンセントシューレースさんはですね、京都にあるですね、シューレースメーカーさんでございまして、メイドインジャパンの国産のですね、まあ、シューレースメーカーということで、僕もね、最近初めて買ったんですけれども、いろんな種類出してるんですよ。例えばニューバランスに合うものだったりだとか、コンバースに合うようなものだったり、いろいろですね、出してるんですけど、僕はこのね、その名もマイケルというですね、シューレースを結構愛用しております。袋を開けるとここね、マイケルっていう風に書かれているんですけれども、純正品よりかはちょっと分厚めなですね、コットンのシューレースになります。で、僕はね、これ、ハイカットに通すときは56インチ買ってるんですけれども、通してみるとね、こんな感じになります。アイドンということで、今回ねあのスパルタングリーンのダンクにつけてるんですけれども、ダンクとかってやっぱりそのまあカレッジシリーズということもあるんですけれども、やっぱこうスポーティーだったり学生感がすごく強いですね、急ぐだと思うんですけれども、まあ、このねセールカラーをつけることによってですね、かなりこう落ち着いたというかドレッシーな感じの大人な感じので仕上がりになるんですよ。でもちろんね緑通してもかっこいいはかっこいいんですけれども、かなりこうヴィンテージ寄りというか、ほんと綺麗めなジャケットとかにも合わせやすくなるようなですね印象に変わるんですよ。これはちょっともうびっくりしまして、でインスタグラムでね結構ハッシュタグとかでね外国の方のスタイリングとかね勉強させてもらってるんですけれども、最近結構多いです、こういうダンクにですねこのアイボリーのですねシューレースを通すことによって、こうドレッシーな感じラグジュアリーな感じにこう履くっていうのがですね結構今、まあ、外国でも流行っておりますし、まあ、なかなか今日本では見ない履き方ではありますけれども、多分これからねこういう履き方をする方が増えてくるんじゃないかなというふうに思うですね、まあ、シューレースの使い方というところでですね、僕は非常にお勧めしたいですね。ちょっと日に焼けた白紐みたいな感じの印象になるので、まあ最近ねそのピンピンで履くよりかはやっぱりこうちょっとこう履き込んでシワが入ってた方が僕はかっこいいなというふうに思うので、まあ、そういうですね履き込みと相性のいいようなですねこちらのアイボリーカラーの
まあ、シューレース、ヴィンセントシューレースはね非常におすすめです。さあそして2つ目のこのブランドがねもう最近めちゃくちゃヤバくて僕もすっごいチェックしてるブランドなんですけれども、こちらアイドンということでですね、こちらフォックストロットユニフォームというですね、こちらシンガポールのメーカーのシューレースなんでございます。でね、ここのメーカーの面白いところはね、まずねオリジナルモデルのアーカイブをめちゃくちゃ持ってるんですよ。例えば85年の AJ1 だったりだとか、あとチームコンベンションとか、あとビッグナイキとか、それこそオリジナルのブレイザーとかね、たまげるぐらいのですね、まあ、資料というかあのアーカイブ料を持っておりまして、まあ、そのねあのアーカイブを持ってるだけあってですね、ヴィンテージ仕様の加工をしたですねシューレースをですね、結構発売してるんですよ。で今回ね購入したのはですねオリジナルカラーである AJ1 のですねシャドウをですねイメージしたヴィンテージシューレースということですね。ちょっとこうねあの灰色が抜けたというか灰色がちょっと日焼けしちゃったみたいなですね色を出してるんですけれども、まあ、これはちょっともうシャドウにつけちゃった方が早いということでですね、つけるとこんな感じでございます。はい、ドンということでこれやばくない？この感じも僕は最高に好きで、一応ねオリジナル仕様に沿ってですねきちきちに締めた感じでですね今回ちょっとシューレースセットアップしててですね、この感じやばくない？こうちょっとわかりますかね、光当たるとわかると思うんですけれども、このね灰色がね日焼けしちゃったみたいなね、ほんと絶妙なね染め方でですね仕上げてきてるんですよ。これはですね今んとこ発売してる多分シューレースメーカーないんじゃないかな。こうあえて経年劣化させた加工をすることによってで、こうヴィンテージ感を出すというかですね、僕もこのシャドウ相当履き込んでるんで結構シワとかもがっつり倒木とか入ってるんですけれども、よりねかっこよく見えるんですよこれすると、たまらんと。で質自体はですねオリジナルにめちゃくちゃ近いんですよ。一応ねこれ左がですねシャドウカラーの、グレーのシューレースで、こっちがですねフォックストロットユニフォームですねシューレースなんですけれども、どうですか比べてみると、こっちがねもちろんかっこいいはかっこいいんだけど、こっちにすることによってこの味の出方よ、このシワとの相性、他の例えばミッドソールとかの汚れとの相性ももうバチバチでしょ。こう見たら分かりやすいと思いますけれども、こういうですね加工をするですねシューレースをこのフォックストロットユニフォームというですねメーカーはしておりまして、他にもねアイボリーカラーももちろん出したりだとか、シラキースのダンクに合うようなですねちょっとオレンジが合わせたようなシューレース出したりということで、こうたびたびねいろんなそういうヴィンテージ加工をした、まあ、いわゆる AJ1 の OG カラーとかダンクに合うようなですねそういうヴィンテージシューレースを出しておりまして、もうこれはですね僕もうめちゃくちゃ惚れてて結構最近めちゃくちゃ買ってるんですよ。なんですがこれはあの日曜日の深夜の1時半に発売と、まあ、ちょっと時差の関係でいろいろあるんですけれども、ちょっと特殊な時間に発売が開始されるということもあって、あと人気なのでねすぐ売り切れちゃったりとか、あとはね送料もまあかかるので、これ1本ね17ドルぐらいなんですけれども、まあ2本買うと34ドルプラス送料が15ドルぐらいかかる、まあ5000円ぐらいは、まあかかっちゃうということでですね、まあ、ちょっとねお金もかかるってところはあるんですけれども、もうヴィンテージ好き、これからのヴィンテージシューレース界をですね完全に引っ張ってるようなですねメーカーでございますので、あのペイパル使えますので、まあ、もしね欲しい方はあのインスタグラムチェックしてください。もうねヴィンテージアーカイブもやばいし、普通にインスタフォローしてるだけでね目の保養になるようなアカウントでございますので、このシューレースに出会えたことはねもうめちゃくちゃ嬉しいですし、本当僕の常識をもう180度変えてくれたようなですね素晴らしいメーカーでございますね。さあお次はですね、まあこれはそのまあ普通にこうクリーム色が欲しいなとか、あの国内でねこうお手軽にねシューレース欲しいなっていう方には非常におすすめなんですけれども、こちらはいドーンということで、こちらのですねカスタムスニーカーズさんというですねベースでねショップをされてるですね、まあ、そのヴィンテージシューレースなんかもですね売ってるようなですねサイトさんでございますね。まあ1本ね2000円ということで、まあちょっとねお値段は張るわけなんでございますけれども、まあ、気軽にね国内でそのクリーム色のねシューレース試したいよという方にはですね非常におすすめですね。ほいということでね、こちらカスタムスニーカーズさんのですね方のシューレース、こちら一応ですねクリーム色なんですけれども、まあ、これもね例えばこういう UNC カラーのですね AJ1 この上までキチキチに結びながらですねやるとですね、こうやっぱ日に焼けた白いシューレースって感じでですねものすごくいい感じなんですよ。なんかね白だとやっぱりちょっとスポーティーすぎるんですけれども、このクリーム色にする
ることによってね、かなりこうヴィンテージ色というか大満足なんですね的に仕上がりますので、まあ他にもね普通のクリーム色のシューレース売ってるかもしれないので、そちらでも全然いいとは思うんですけれども、僕がね知ってるサイトを紹介するということで、今回ねこちらもご紹介させていただきました。一応ね販売ページ、についてはですね、それぞれ概要欄にですね URL 貼っておきますので、気になる方はねそちらからチェックしていただければなというふうに思っております。さあということで、今回はですねこれから絶対に来るであろうヴィンテージシューレースメーカー参戦ということでですね、僕もまだまだ掘り切れてないと思いますので、ここいいですよなんていうのがですねあれば、ぜひお勧めしていただきたいなというふうに思うんですが、まあ、このねスニーカーの色に合わせてですね、もちろんシューレースを買うというのもですねすごく楽しい楽しみ方の一つだと思うんですけれども、これからはですね経年劣化を楽しむというのもですね非常に僕としては、まあ、楽しいスニーカーライフだと思いますし、で綺麗にもちろん履きたい方もいらっしゃると思いますし、それもね素晴らしいとは思うんですけれども、まあ、僕もねケアもちょっと面倒くさがりってところもあるので、こうピンピンに履くというよりかはですね、こう履いて洗ってっていうことによってこうどんどん味が出てくみたいなところをですね、まあ、どんどん楽しんでいきたいなーっていうふうに思っているので、まあ、これからもね、まあ、フォックストロットがまた、買ったらですね紹介していきたいなっていうふうに思いますし、インスタグラムの方でね僕もいろんなシューレース試してですね上げていこうかなというふうに思いますので、ぜひねそちらの方も参考にしていただければなというふうに思っております。それでは今回の動画が、ね、面白かったと思ってくださった方は、ぜひぜひ高評価、グッドボタン、そしてですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie. じゃあねー。